時代はやっぱコントロール、そこもね、社会人役の方にも引退して、そこからなんですけど、そうじゃなくて、そうじゃないから、そばに狙ったやつがボールってなるのも無理やから、ティザスのチームで打ち合わせしてたんですけれども、まあ、その中でちょっと議論することもあって、せっかくなんで、ちょっと動画撮ろうかということで、雑談というか、みたいな感じになるんですけれども、まあ、役に立つような話もあるかなと思うんで、よければ見てください。まあ、ちょっと議題は、まあ、コントロール、についてっていう話をしてたんですけれども、ここの僕からムージョン、海、この3人はもともとね、社会人野球までやってたけども、引退して、結構時間も経つんですけれども、亀ちゃんはですね、今も現役で、まあ、やってる中で、僕はまあもう、現役時代コントロールが良くなくて、本当にコントロールに悩んでました。で、前の技術動画とかで、いろいろ勉強してるんですけど、今も。その中で、やっぱ、この時、あの時、こうやってるのかっていうのが、何個も出てくるから。で、亀ちゃんは、この実際にね、測定とか、そうそう。やってると、めちゃめちゃコントロールいい。見てると。大体来ますもん。うん。で、やっぱりまあ、レベルとかにも よると思う。その、そうですね。アイドルとかやってる所得の。これもまあ、大学の時とかは、ストライクさえ入れば、もう打たれへんっていうのがあったし、だから、ある程度なんか良かったんやけど、社会人になったらやっぱり、ちょっとそう思い返るなって。それは違いますね。うん。もちろん、その勢いで抑えれる時もあるけど、やっぱりなんかちょっと配球とか、っていう考え出した時に、例えば、カメちゃんやったらコントロールええわけやん。人のコントロールいいなって言われる要素とか、なんかその意識してることってなんかあんの？もともとその球速で勝負できないなっていうのはあって、体勢コントロールだけはではなんとか抑えていこうみたいな。確かにその球速が出るピッチャーは結構そのあんまりコントロールが良くないっていうパターンの方が多くない？まあ社長も言ってたけど、大体 球速出たら大体アバウトでいけるから球威で押し切ってやれみたいな。結構大学時代までそんな感じだったよね。結構だから生実家その大学とかんで球威だけで抑えれてしまうから。だけどやっぱりもう社会人行ったら球威よりもコントロールしてるからめちゃくちゃ大切って、もう嫌っていうこと思い知ったし、実際社会人の都市対抗野球っていう大会で全国優勝させてもらったり、多少までができたんやけど、その時のエースピッチャーって、もう本当に球速が130ちょいぐらいで、やのにバンバン強豪チームが振り遅れるっていう。そう、三振めっちゃ取ってたから、130前半で。今思えばやけど、回転軸がめっちゃ綺麗で、回転すごい回転かかってたよなと思う。はい、ピッチャー、社会人ピッチャーちゃうんですけど、こう話聞いてて、そのこの間、吉見さんともやってらっしゃったんですけど、その時に、吉見さんも最初は入った時は実際話聞いて、スピードで行ってたね、行こうと思ったけど、吉見さん自身は、周りに速いピッチャーがなんぼでもおるから、もうスピードで勝負できひん。あ、そうや、そうや。あのピッチャーでスピードで勝負できひんねや。だから、そのコントロールをって言って、確かに言ってたと思う。感覚だけでは行かれへんから、うん、その時にこう自分の現役の時に変わるってやっぱ難しいねんなっていうのは、やっぱりモデルチェンジするわけじゃないですか、うん、でもそれ失敗したら多分ね、引退というかやめなあかんってなった時に、じゃあそれで納得できるんかってなった時に、ああそうやな、だから裏付けしたものがあってそれを目指すっていうのがないと、あそうですね、失敗したらなんでなんだ、例えばオーバースローやったのにオーバースローで結果出さないからサイドにしようとか、はい、アンダーにしようとか、だけどじゃあなんでアンダーにすんの、サイドにすんの、オーバーが通じません、じゃあサイドにしたらサイドが通じるんやったらさ、サイドの方がいいんってなるやん。そうですね。そしたらなんでみんなサイドでへんのになるやん。そしたら次は何か理由があるわけ。理由がそこに、そこに、だからその人の内側癖とか体の使い方を見て、そうですね、この人はサイドの方がいいとか、そうですね、なんでそれをすんのか絶対理解しとかないと、今言ったように失敗したら天下って良かったってなるし、納得したら全然やるのと全然違うと思うし。女子野球ってどうだ、プロ野球の下部組織で女子チームが今できてきてるけど、例えば亀ちゃんのいるチームやったらさ、めちゃくちゃレベル高い人とめちゃくちゃ、まあ菊池は言い方悪いけど、そのあんまり得意じゃない人が一緒にガッチリやってる。一緒ですね、もう初心者から入れますよってうちは言ってるんで、入りたいって言われたら入れる。あ、じゃあ逆に企業チームはそんなことがない。企業はトライアウトあるとこは、あ、そう、企業チームがあるんですか。素人は入れない、入れない。だからテストがあるってことは、クラブチームは別にそこは設けてないっていう。今できてるライオンズレディスとか
タイガースは多分あると思う。セレクション、セレクション。女子野球ってどっちかって言ったら何やろ、スピード派のピッチャーとかもおんの？129が最初、女子の最速が129だ。9ですね。もう長いっすで、やっぱりでもそのコントロールは一緒だと思います。多分やっぱ速いピッチャーは入れば打ち取れるみたいな。ない。ちなみに全て全力で投げてる感じですか？です。あ、です。1回からあればもう全て、そう、全て全力で投げてる感じやから、もうノースリーから際どいとこ狙って、際どいとこ狙ってノースリーになった。まあだからしゃあないから、あのシャンのフォームしっかりしっかりとかじゃなくてストライク入れようかって言ってポンポンで2、3、さっき言ったエースとかはそうなの、簡単にストライク取っていくけど、俺なんかそうじゃないから、ストライク狙ったやつがボールボールボールってなるのも無理やから。だけどじゃあ置きに行こうかってなって、ちょっと力抜いたらもう余計あかんのかな、俺はな。逆でしたね。抜いていかに請求できるかっていう方をちょっと考えてましたね。だから今思えば俺はそういう練習しとけばよかったなっていうのはめちゃくちゃ思う。この前吉見さんはなんかコントロールでその自滅とか乱れるってそういう意識なんかしたことなかったわみたいな言ってたよ。高校から知ってるんですけど僕、あんまり乱れてないですよね。僕の友達の子が小学校からあの投げ方やみたいな。だからその時何が掴んでんやろな。まあ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 、そのまあコントロールは多分野球っていうかな、その球技とか全部そうやけど、永遠の課題やんな。これやると絶対良くなるっていうのはトレーニングとか、それはもうもっともっとすごい選手どんどん現れてくるけど、もう永遠の課題っていうのはあるけど、とはいえやっぱりより近づけるようなことを目指すしかないかな。さっきその社会人のチームでコントロールが良くてすごいキレのあるピッチャーいたって言ったじゃないですか、コントロールと回転軸とかってやっぱ関係ありそうだなっていう。ああ、まあまあそりゃそうやろ、まあ回転軸、まあ、普通に自分のボールが曲がると思って投げてないじゃないですか、ストレート投げるときって、うん、シュート回転とかして、あ、そうしてボールになっちゃうとか。まあ、だからあの頃はほんまに細かい体の使い方とか意識とか全くその感覚なんかみたいな感覚やったから、下半身めっちゃどっしりして、なんか毎回同じすごい安定してるような投げ方してんなとは思ってた。まあちょっとあのまとまりがないけど、1個のテーマ話し出したらあの時間がねどんどん経っていくんですけれども、まあこんな感じで結構この話してる中にいろんなヒント転がってることとかもあるし、まだあのこういうねニーズとかあればこういうやつも持ってきたと思うんですね。僕ら今はどっちかというと自分がやる側っていうよりは伝える側なんですけど、まあ、それでちょっとまた頑張っていきましょう。はい、ということで今日ねちょっとあのコントロールというテーマで話しました。はい、またじゃあよろしくお願いします。おどす。